中大戦争とは中国大陸を支配する中華人民共和国と台湾島、宝庫諸島、金門島、バソレットを支配する中華民国との間で想定される事態である。1945年8月15日、日中戦争は日本の敗北に終わった。第二次国境合作で協力し、日本と対決した中国国民党と、 中国共産党は反目し1946年国境内戦へと発展した。最新兵備を整えた国民党軍は当初は勢いがあったものの腐敗した国民党政府に対し中国人民の民意は共産党へなびき共産党が盛り返し上海、南京を制圧国民党軍は公衆、重慶、生徒と首都を転々とする。 最終的には1949年に中華人民共和国が建国され、蒋介石率いる中華民国は1949年12月に台湾に逃れた。しかし、海軍力で勝る中華民国は、上海近郊の長山諸島から、関東省の海南島まで中国近辺の島々をすべて支配下に置いていた。1950年代中華人民共和国は、 中国の統一のために、1950年、中華民国が領有していた朝鮮諸島と海南島を制圧。1955年には大鎮島を激戦の末に奪取した。ここにおいて、中華民国が台湾島、宝庫諸島、金門島、バソ列島の領域を確保することになる。続いて中華人民共和国は1958年金門島と、 バソレッ島のダッシュを起とし、激烈な砲撃を加えるものの中華民国軍の奮戦に、毛沢東は、金門島とバソレッ島のダッシュを諦めた。一方、中華民国側も、四川省からミャンマーに逃れた中華民国軍を再編成し大陸反校を企てるも失敗に終わった。中国は大躍進政策や文化大革命で国内が疲弊し、 台湾を軍事侵攻する能力はなかった。一方の中華民国も大陸反抗をスローガンにするも1964年に中国が核兵器の開発に成功すると事実上大陸反抗は不可能になり中華民国は軍事よりも経済などに政策をシフトした。1971年に国連の代表権が中国に移行し1972年には 日中国交回復。1970年代には、オーストラリアやニュージーランドが中国と国交樹立を成し遂げると、中華民国の孤立化がもたらされた。毛沢東の死後、中国の実権を握った東小平は一国に制度による統一を提案。しかし小平国は中国との一切の取引を拒否した。百八十八年に小平国が死去し、李島輝が、 中華民国総統に就任すると中華民国は民主化し台湾独立を主張する勢力が現れた。中国は新たに登場した台湾独立派に激しく反発する様になる。1996年中華民国で総統選挙が行われると中国は離島機を隠れ大独派と主張し台湾近海にミサイルを乱発した。 これを脅威に感じたビル・クリントン米国大統領が台湾近海に空母を派遣。一時中台関係は危機にさらされた。中華民国では台湾独立を主張する民主進歩等の沈水編が相当に就任。新憲法の制定を目指すなど脱中国化路線を主張するようになると中国はそれに激しく反応し2005年反国家分裂法を制定し、 台湾への強制統一に法的根拠を与えた。2013年7月、中国政府の公式見解ではないとしながらも、中国の中国新聞網や文解法などに、中国は2020年から2060年にかけて6、6波戦争を行うとする記事が掲載された。この6波戦争計画によれば、 中国は2020年から2025年にかけて台湾を取り返し、2028年から2030年にかけてベトナムとの戦争で南沙諸島を奪回し、2035年から2040年にかけて南チベットを手に入れるためインドと戦争を行い、2040年から2045年にかけて尖閣諸島と沖縄を日本から奪回し、 2045年から2050年にかけて、外、蒙古を併合し、2055年から2060年にかけて、ロシア帝国が、新庁から奪った160万平方キロメートルの土地を取り戻して、国土を回復するという。オーストラリア国立大学研究院のジェフウェイドは、この記事について一部の求心主義者の個人的な見解に過ぎないという意見があるが、 中国の国営新聞も報道しており、中国政府の非常に高いレベルで承認されたものとみなすことができ、また中国の失われた国土の回復計画はすでに1938年から主張されていたと指摘している。インドのシンクタンクであるセンターホーランドワーフェアスタディーズ研究員の PK、チャクロボーティーは、この記事では中国はインドのアッサム州や湿キム州で、 独立運動や反乱活動を先導して、パキスタンへの武器供与によるカシミール攻略などが示唆されており、それらが失敗した後にインドとの全面戦争という段階が想定されているが、シッキム州の現状は、中国の必要な工作が行われているにもかかわらず、安定しており、独立運動を先導するのは困難であり、また、中国がミャンマーを介して発生させたアッサム州の暴動は、 インド政府とミャンマー政府の交渉によって沈静化しているとしながら2035年までにインド軍は近代化を推進して能力を向上する必要があると指摘した。中国軍は急速にハイテク化し台湾海峡の制海峡及び制空圏は中国にシフトしつつある。ありがとうございます。